1 5トルネーベルベルファー41型。ネーベルベルファーは一般に第二次世界大戦時にナチスドイツで開発された多連装ロケット砲を指す。ベルサイユ条約下で兵器の保有が制限されたため、円幕発射機との名前でロケット兵器が開発され、その後も秘密保持のためこの名称が使用され続けた。本来は、 毒ガス専用のガス弾投敵機を指し、ロケット発射機ももともとはこの目的に対して開発されている。また、ロケット実用化以前には迫撃砲形式のネーベルベルファーも存在する。ドイツ語で円幕発射機を意味するが、化学兵器であることを秘匿する偽装名称である。1930年頃、ドイツでは地上戦闘用にロケットを使用する研究を始めた。ロケット弾は、 発射反動が軽微であることから、発射機自体を軽量簡易なものにすることができ、多連装化も容易であることから、通常火砲に比べて、訪問数あたりの一斉投射弾量を飛躍的に増すことができる。例えば、それまで使用されていた、迫撃砲形式のネーベルベルファーでは1個、中体12問の初段は105ミリ弾12発、迫撃砲なので鶴瓶打ちに打ち込むことはできるとは言う。 ものの、ロケット弾形式の NBW41 では12門の、初弾は150ミリ弾72発と、数量に加え後継者により圧倒的なものとなる。この特性は、面目標を、奇襲的に短時間で覆い尽くすことが求められる。毒ガス攻撃には最適と見られ、砲兵化の一部であるネーベルトルペンにより実用化が推進された。他国では、 主に安定翼を付けたロケット弾が使用されていたが、ドイツでは底部に同心円状に開けられた多数の穴から斜めに吹き出すロケット推進により回転を与え安定させるスピン方式が好まれた。スピン方式は構造は複雑になるものの飛翔中にオーフの影響を受けにくく安定翼方式よりも多少集団性が良いことがその理由である。命中精度は 重視しないとは言うものの、着弾散布会があまり広がってしまうのは、密な毒ガス散布の妨げになるからである。宣伝中隊向けの宣伝ビラ投射機である 7.3cm 宣伝ロケット発射機を経て、実戦向けのネーベルベルファー第1号たる 15cmNBW41 は、1941年に正式化された。1941年、 ドイツ軍はこのロケットランチャーを完成させた。合計 150mm の円筒形ロケット発射装置を6門同士に円状に設置し、足回りには 3.7cm パック36、37対戦車砲と同じものを使用、ロケットランチャーとしては非常にコンパクトだった。ただし、他の無誘導ロケット弾とも共通する特性として命中精度が低く、 発射の際の異常に大きい発射音、発射お及び光は非常に目立つという欠点もあった。後に推進剤を2小3エチレングリコールに変更したため、発射音、発射お及び光は目立たなくなった。ネーベルベルファーという名称を持つ兵器は6種類存在した。15センチメートル41型ロケット榴弾を発射する6連装の 15cm ネーベルベルファー41型、1943年採用で 21cm42 型、ロケット榴弾を発射する5連装の、21cm ネーベルベルファー42型、28cm ロケット榴弾、および 32cm ロケット小遺弾を発射する6連装の、28、32cm ネーベルベルファー41型、 30cm42 型ロケット榴弾を発射する6連装の 30cm ネーベルベルファー42型そして実質上は迫撃砲の 10cm ネーベルベルファー35型高角度射撃が可能で榴弾砲に似た形式の 10cm ネーベルベルファー40型である 21cm ネーベルベルファー42型は 従来の1 5トルロケット弾を使用でき、また、41型の部品が流用されている。こうして開発されたネーベルベルファーは、主に東部戦線に配備され、各地で十分な威力を発揮した。一発あたりの命中率は期待できないが、制圧射撃用としては最適で、また、 より小型なロケット弾を大量に投射するソ連軍の翼安定式ロケット弾よりは命中精度が高く一発あたりの威力も高かった。しかし通常の野砲などに比べ射程が短くより前線に配備されるため敵不評や戦車との直接交戦による損害も大きかった。このため自走化することで生存性を高めたパンツァーベルファーが開発され共に 第3帝国崩壊まで使用されることとなった。なお、21センチメートルロケット弾は、迎撃戦闘機に搭載され、爆撃機編隊に対する攻撃にも用いられた。ティーガー戦車のエースである、戦車兵、オットーカリウスは、その著作の中で、ネーベルベルファーによる攻撃前の準備砲撃が誤って、味方不評の中に着弾したのを目撃。 敵のカチューシャロケットランチャーよりも甚大な被害を与えたと記述している。ガイドレールを兼ねる指示化方式であり、方針に相当する筒を持たない。ガイドレールを兼ねる指示化方式であり、方針に相当する筒を持たない。使用砲弾諸言、ありがとうございます。